真冬は今、まるで空のプールにジャブジャブ水を入れるように音楽を吸収していた。歌詞が書けない。お前そんな悠長で大丈夫なの？秋にはライブ審査だぞ。お前さ、マジでここ最近毎日カジさんと一緒だったの？なんか怒ってる？バッカじゃねえの！今の流れでわかんない。わかるかもしんないけど、ちゃんと確かめないと。ダメになるから。ああ、もう。ライブ審査だけど、どうしようって計画なんです？俺は真冬の可能性をもっと見てもらいたい。せっかくなんで攻めたいんす。うわ、かっこいい。あの時計、ユキンチにあったやつと同じだ。お前の昔のことよく知らないけど、勝手に一人で泣きそうになってんのよ。指は離れていく。どんなに望んでも、それでも上野山くんに最初に聞いてほしい。